第48回宇部日報暨少年野球大会は10月1日、東武体育広場で開幕しました。16チームが出場した A 級は1回戦の8試合、9チームの C 級は2回戦の5試合が行われ、選手たちは爽やかな秋晴れの下、白球を追いかけました。4年ぶりに開会式を行い、宇部日報社の脇和也会長が最後まで諦めず、日頃鍛えた力とチームワークを発揮して、と挨拶。二木俊夫会長は、多くの人の協力で今大会がある、怪我のないように頑張って、と激励しました。昨年 A 級を制した原野白井健首相が野球ができることに感謝し、最後の1球まで諦めずに全力でプレーすると宣誓し、遠藤尚選手が元気よく朝の挨拶を行いました。一生懸命
A 級は川上、新川、広石、原、時は西宇部、上宇部、東際が準々決勝に進出。 C 級は恩田、上宇部、上原、新川が4強に残りました。9日に A 級の準々決勝、14日に A、C 級の準決勝と決勝があります。